はい、ワールドインベスターズ TV 66ライブ90分の生放送をお届けしております。本日はですね、特番です。WITB リコメンドのコーナーです。震災から1年、取引所が見る日本企業日本経済ということでトークを進めてまいりたいと思うんですが、本日のゲストは豪華ですよ。東京証券取引所常務執行役員の土本清之さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。いや、土本さんお忙しい中お越しいただいてありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。私社内では寡黙な方で通ってるんですけども、いつも石田さんのマジックにかかるとついついなんか思ってもいないことを喋ってしまうんで、今日も結構、暴走するかもしれない。あ、もう暴走脱線大歓迎でございます、このコーナーは。はい、先日ですね、こちら、日本力というテーマでですね、当初 IR フェスタ2012が行われました。先週の金曜日土曜日ですね、私も2日間とも参加させていただきまして、2日間セミナーもさせていただいたんですけども、これものすごい盛り上がりでしたね。 ありがとうございます。はい、2日間で、1万5000人弱の人に来ていただきました。実は6年前に始めまして、はい、その時に、企画をしたのが実は私でございまして。そうなんですか。そういう意味で今回6回目だったんですけど、非常に思い出のある企画でございます。6回目、はい、僕6という数字ものすごい運気強いんですよ。あ、そうですか。あ、今回6回目だったんですか。6回目です、はい、ここのライブも66ライブですしね。あ、そうですね、6という数字は結構こだわってるんですよ。はい、じゃあ土本さんがこちらの東証 IR フェスタの、もう仕掛け人と言っても、そうですね、当時やはりその日本の企業 の発信力っていうのがまあ大事だということで、少しでもそういうその日本の企業の方の、IR、ディスクロージャーをですね、東証としても応援したいということで企画をしまして、もう6回目になりましたんで、このまま7回目8回目とさらにですね、どんどん拡大して盛り上げてやっていきたいですね。いきたいですね。はい、私もまた来年ももちろん参加させていただきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、その東日本大震災から、1年が経ちまして、そのタイミングでこういった IR フェスタ開催されまして、今日はですね、そのタイミングということで、震災から1年経って土本さん、そして東京証券取引所がどのようなことを感じているかというところでお話し進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず震災から1年は経ったとはいえ、まだまだ資源高とか円高とか、ちょっと工場が壊れたりとか、いろんな問題を抱えて、その課題に直面している企業も多いと思うんですね。で、そういった中で土本さんが感じる、その今実際に上場企業が直面している課題っていうのは、どんな課題がまだ残ってるのか、そのあたりお話しいただけますか。そうですね、実はちょうど1年前の 3.11 の日に、新しく新規上場していただいた会社さんがありました。はい、これカルビーさん、どなたも知ってると思いますけど、やめられない止まらないから始まり、ポテトチップ、はい、その会社さん の会長さんと先日話をする機会がありました。はい、それで、ちょうど上場から1年ということなんですけれども、主力工場が震災で非常に大きな被害を受けている、ところが、その社長さん その決断と実行力で、十分回復をし、株価の方も非常に堅調な伸びを示しているということがあります。ですから私、それぞれの企業が置かれているその厳しい局面はあると思うんですけども、今日本の企業が直面している課題、一言で言うと、そのカルビーの会長さんと話してて感じたのは、実行力、決断力、これが経営者に問われているんだろうなと。で、逆に言うと、その日本のこれだけの経済規模、これだけのその経済力を持っているっていう国から考えれば、その個々の企業 その経営者の決断力があれば、かなりのことができるんじゃないかというふうには思いますね。逆にそれはこういった危機的状況だからこそ、その崖っぷちに立たされた思いで、そのスピード感あふれる経営をしたり、決断力をこうやってどんどん出していったりとか、新しいアイデア出したり、そういったものが出てくるっていうのもありますよね。やはり危機的状況だからこそ。そうですね、その通りだと思います。はい、で、私は実は今新規上場の、担当もしているんですけれども、こういう厳しい状況にあっても、新規上場 IPO のマーケットは、2009年をボトムに確実に今拡大基調に
入ってきています。でこういうその新しい会社を起こす、あるいはその会社を拡大していくという企業の数は着実に増えていますから、そういう意味で、まあ、危機をバネに逆に、うん、拡大していくという企業はどん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 これからも出てきてほしいなと思いますね。なるほど。震災以降特にやっぱり元気がいい会社っていうのもやっぱりあることはあるんですね。そうですね、まあ、業種別に見ると、かなりのいろんな広がりを見せてきていまして、まあ、IT のまあ会社はもちろんですけれども、はい、例えば農業、農業、まあ、これまでは株式市場と無縁だったっていうふうに思われるような農業をメインにした会社が上場してくる、あるいはその介護、これもどちらかというとその株式市場と比較的遠いというようなビジネスと思われていた業種にあっても、もう上場ということをツールにして拡大していこうという会社が出てきています。そういう意味で言うと新しい業種の会社はどん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 出てきているということに言えると思います。ある意味そのいい意味での その新陳代謝的なそういったことが起きているんでしょうかね、その証券取引所の中で。おっしゃる通りですね。今日本の上場会社数が約3600、そのうちの東証の上場会社数が2300ということですけども、実はそのこの12年間に上場した会社の数が900社あるんですね。2300分の900、つまり 40% ぐらいはこの12年の間に上場して拡大をしてきたっていう会社ですから、上場企業イコール伝統的な大企業ということではなくて、むしろ成長していく企業だというふうに捉えていただいていいんじゃないかと思いますし、まあ、そういった新しい業種、小粒でも、まあ、その経営者の決断で成長していく会社どんどん出てきていると思います。そういった成長する企業の中の、まあ、一つの理由として、はい、例えばその海外にその活路を見出して、はい、グローバル展開積極的に進めている会社なんかも多いと思うんですよ、はい、で私自身もあちこち新興国行ったり来たりしてて、はいはいはい、結構日本の企業とか日本のアイデア技術力が世界からすごい求められてるなと思うことたくさんあるんですね、はいはい、でやっぱりそういったのを感じることがすごいんですけど、土本さん担当直に聞きますけど、はい、日本の企業が海外から求められているものって何だと思いますか。どんなものが求められているんですか。そうですね、今の石田さんのお話で、まあ、その技術力ですとか、うん、あるいはちょっと違う視点で言うとホスピタリティですとか、うん、思いやりですとか、まあ、それぞれのビジネススタイルに応じて求められているものは、うん、まあ、様々だと思いますけども、うん、私マーケットを提供しているという視点から、うん、言うとその海外の投資家からじゃあ日本の企業が何を求められているかと、そういう視点で言うとですね2つあると思います。1つはやはり、コーポレートガバナンスをこうきっちりしてほしい、こういうまあリクエストがあります。それからもう1つはその企業価値の向上という意味で、例えばその ROE に代表されるようなその資本コストをいかにうまく使っているのか、それをきっちりと投資家に対して説明できる経営がされているか、この2つがですね今海外の投資家からは日本の企業に対して求められています。でしたがって我々としてはその日本の企業がこの2つに応えていけるようにいろんな施策をしたいと思っていますけども、そのうちの1つが表彰制度っていうのを設けてですね、資本効率を非常に有効に、まあ、経営されているという会社を、私たちがスクリーニングをして、有識者の声も聞いて年に1回表彰していこうと、こういった表彰を通じてですね、さらに上場会社の価値が高まっていくような、そういう取り組みをしたいと思っています。はい、それすごいいい試みですね。海外の企業がですねやっぱり日本の企業をもっと知りたいとか、もっと提携したいとか、はい、そういう声ってすごい多いと思うんですけど、はい、やっぱりそういうのがそういった一つの指標になると思うんですね。そうですね、はい、先ほど冒頭にその IR フェスタの話が出ましたけども、実はそのこれまで20年近く、IR あるいはディスクロージャーの、優れた会社を表彰してきたっていう制度をずっとやってきてました。でこれは20年経って、やはり当初始めた頃に比べて格段に日本の企業の IR あるいはディスクロージャーっていうのは改善しました。で今度は資本効率の使い方、あるいはコーポレートガバナンス、これについて表彰していくってことによって
って5年10年経った時にかなりのですね全体的な底上げができるんじゃないかと、そういうことを期待してですね今年からそういった表彰をですね始めていくことにしています。なるほど。その表彰式の様子とかそういった情報をですね、はい、なんかワールドインベスターズ TV で海外の投資家に動画で伝えることができたら面白いんじゃないかなとか思うんですね。そうですね、第1回目の表彰を、来年早々にやる予定でおりますので、あ、ぜひその時にはそういう機会がぜひお声掛けください。よろしくお願いいたします。あとワールドインベスターズ TV もなんとかその海外で活躍できるような形でちょっと僕ももっと頑張りたいなと思いますね。そうですね、先ほど新規上場の話をしましたけども、ワールドインベスターズ TV のにもですねぜひ成長していただいて、はい、上場していただければなと思います。ああ、もうそれはもちろん私としてはウェルカムでございますのでもう東証に上場できたらもう本当にもう嬉しくて嬉しくてもう波は止まりませんね、ということでちょっとワールドインベスターズ TV もなんとか東証に上場ができるように成長していけるように頑張りたいと思いますので、ぜひお持ちしております。よろしくお願いします。というわけでもう時間があってもらったんですけれど、この後はあのビールでも飲みながら引き続き投資家の皆さんとコミュニケーションを取っていただけたらと思います。本日の、WIT ビールコメンドのコーナーは特番として、震災から1年取引所が見る日本企業日本経済ということで東京証券取引所常務執行役員の土本清之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。一旦コマーシャルです。